はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、今羽田空港の方にやってきておりまして、これからですねレイ君とね大阪伊丹空港の方に、ね、向かっていきたいと思います。もし大阪新梅田の方にね初めてね行こうかなというふうに思ってます。楽しみです。じゃあね、まもなく搭乗時間となりますので乗り込んでいきたいと思います。行ってまいります。乗ろう。はい、今ね梅田の方に到着しまして、これからタクシーを利用してですね目視大阪新梅田の方にね向かっていこうかなというふうに思います。じゃあね早速乗り込んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとう。お誕生日やったときに残り入れてますので、承知しました。奥が、ね、バーになってるので、はい、こちらでウェルカムドリンク。ありがとうございます。ご朝食7時から10時半に、はい、承知しました。12階21番でご用意しております。ありがとうございます。じゃあいただきました。じゃあ行きましょう。はい、本日はね12階の1221というお部屋になっております。はい、やっぱりねおしゃれですね。一人で来る分には全然いいなって思います。もうエレベーターホールですね。まあ雰囲気は東京錦糸町と似てる感じしますね。はい、こんな感じのね廊下となってます。はい、本日こちらの1221というふうになってます。じゃあね入っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。サクッとジンバルも使わずにお部屋のね紹介していこうかなというふうに思います。まあ、入っていただいてねすぐこういった感じでですねハンガーとか机とかね利用できるものがあるという感じです。はい、そして入っていただいて右手ですね、はい、こういった感じで洗面台ございます。はい、タオルもいっぱいという感じです。まあね、こういったタオル、そしてこういったドライヤー、ピンクとかでね、差し色が入っていて、おしゃれですね。ハンドソープなんかもね、このようにピンクがね、使われていると。でもアメニティ類ね、歯ブラシとかね、こういった感じでね、ありますんで、まあ必要最低限なものはね、あるという感じですね。はい。で、コンセントが1箇所、ケトルがね、こういった感じでございます。はい。で、お手洗いね、こちらにありまして、扉もね、一応閉めていただくことはね、このようにできると。という感じですね。玄関とかと同じ感じのね色合いですね。でスリッパがあったりとか、お風呂でね使えるような椅子みたいのと、タオル入れるねバケツなのかゴミ箱なのかなございます。下ねパイプスペースありませんので、収納があったりとかそういう感じではないですね。はい、そしてお風呂はねありません。こういった感じでですね、シャワーがレインシャワーとシャワーがねこのようにありまして、ハウトゥーがね、置いて、書かれてますんで、これね、いいですね。はい。そして、これもね、ピンクの差し色のボディーソープとシャンプー。はい、ございます。で、こちらね、下を見えるかな、下にしていただくとシャワーがね、出るという感じなので、ちょっとシャワーね。はい。まあ、こういった感じでね、水圧はね、十分ですね。止めておきましょう。そして下にはね、このようにこういった椅子もございます。じゃあね、レイ君入っちゃうので閉めておきましょう。チースルーでね、あの圧迫感になっておしゃれですね。はい、でお部屋の方ね入っていただきますと、こういったね、もう照明がこのようになんていうのかな、もうおしゃれな感じですね。広さはねやっぱりそんなない、20平米ないぐらいかな、20平米前後ぐらいという感じでしょうかね。今日はね。アップグレードは特段ありません。2シングルという感じのね、お部屋となってまして。まあもうね、パジャマなんかもこのように置いてあります。おお、危ない。はい。まあでもなんかおしゃれな感じですね。なんかね、おしゃれな一人暮らしのお部屋みたいな感じで、あの嫌いじゃないですね。あの結構好きな感じの。一人暮らしするんだったらこういうお部屋にしたらなんか男性的にはいいなっていうね、なんかありますよね。そんな感じのお部屋という感じですね。はい、でモクシーというこういう感じでね絵があったりとか、でテレビねこのようにドーンとあったりとかですねございます。ここら辺とか何なんでしょうね。これなんだろう、分かんない。ちょっとね
あ、テーブルになるのかな、ちょっと分かりません。なんかね、開きそうな感じなんですけど、あ、開いた。はい、こういう感じのですね、冷えにくい、フィルター清掃ということで、なんだろうこれ、なんか涼しくなるんでしょうかね。はい、ちょっとね、よく分かんないですけど、こんなものがあります。で、ゴミ箱ですね。はい。で、コンセントこういう感じで。まあ、ここでね、ライブをするんであれば、なんか、ちゃぶ台を出して、やるのかな。はい。で、はい。このようにね、ベッドルームのマスターがあったり、コンセントは USB-A のね、コネクタがあったりとかします。このね、電話機なんかも非常におしゃれな感じですね。はい。はい。もう、冷却がめちゃめちゃ邪魔してきますね。はい。で、除菌シートだったりとか、この下は何ですかね、セーフティーボックス、セキュリティーボックスがね、ございます。ここ、反対側は、なんかあるのかな、これ、開けられないですね、うまく。うまく開けられない。このカメラを持ちながらだと、開けられない感じですね。特にね、なさそうです。はい。いいけど、収納スペースがあったけどね、基本的には何もないと。いう感じです。で、こういった感じのモクシーのね、袋もあったりとかして、まあ、お部屋はね、サクッともうこんな感じですね。でも、ね、こういった椅子があったりとか、茶舞台があったりとかして、なんかね、おしゃれな感じかな。はい。ね、こういった照明なんかもね、ランプがむき出しですけど、見えるかな。結構ね、おしゃれな感じになってますよね。はい。個人的には、全然あり。かなというふうに思います。はい、いかがでしょうか。本日ね、ここで一泊、レイ君と二人でね、一泊させていただこうかなというふうに思っております。はい、で、奥にはですね、こういった感じで、モクシーのね、ホテル設備とサービスということのね、ガイダンスだったり、テレビのね、リモコンの案内とかあります。ここもなんか、革張りのね、入れ物があって、おしゃれですね。そして、ここの、ビューね、ちょっと見てみましょうか。どんな感じなんでしょうね。はい。まあまあ、オフィスビューという感じですね。そんなにね、でも悪い感じじゃないですね。はい。ザ・シンフォニーホールがあったりしますね。こんな感じのビューです。全然ありじゃないかなと思います。そしてですね、今、テーブルとね、椅子をね、出してみました。こんな感じです。ここでね、Wi-Fi 速度測っていきたいと思います。はい。じゃあね、椅子出したんですけど、レックに取られましたね。もう一個椅子ね。ちょっと形違いましたけど、もう一個椅子出して座っております。じゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていこうと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード。下りが 24.44Mbps、アップロードが 26.42Mbps というふうになっております。まあ、十分ね、速度出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、無事にモクシー大阪新梅田さんの方にね、チェックインが完了いたしました。まあね、もう今18時40分ぐらいね、回ってしまっているような状況ですけれども、まあ、やっぱりね、おしゃれな感じですね。はい。非常におしゃれな感じです。で、まあ今日はね、ここで、一泊、まあ、初めて私もモクシーね、来ましたけども、まあ、金賞よりはですね、街中の雰囲気はいいので、全然あるじゃないかなと思います。金賞はですね、まあ、私、地元っていうこともあってね、金賞の裏のあたりがね、丸井の裏あたりの雰囲気がね、やっぱりあんまり好きじゃないなというふうに思いますけど、ここら辺だったら全然ありじゃないかなというふうに思いました。で、こちらでね、2022年マリオットに滞在目ということで、プロモーションがね、ありますんで、これでね、4泊という形になりますね。はい。ということで、まあ今ね、こちらの方のね、ホテルには、もんちゃんもね、いらっしゃいますので、ちょっとね、合流して夕飯食べたりとか、明日の朝食なんかもね、お届けできればなというふうに思います。ということで、早速、行ってまいります。はい。じゃあですね、1階のロビーの方にね、行きたいと思います。やっぱりね、エレベーターホールとかもね、めちゃめちゃ、おしゃれですね。ロビーはね、1階ですけど、2階にはね、ジムだったり、ランドリーがあるみたいですね。え？お土産に。何ですか？私もシュークリームです。ありがとうございます。レイ君、お土産だって。ありがとうございます。ということで、ね、モンちゃんとね、合流させていただきました。いただき物まで申し訳ないです。ありがとうございます。ママさん、寝ちゃった。寝ちゃった？リッツライオン。リッツライオンですか？はい。京都でいただきました。ありがとうございます。
はい、もうこんな感じでね、ジュースがあったりとかね、します。で、バーカウンターもね、結構おしゃれな感じですね。はい、マスク。はい、じゃあ乾杯。ありがとうございます。テイク乾杯。はい、リクがね、食べれそうだったので、うどんとね、こちらの唐揚げとポテトね、頼みました。これね、いただいていきまーす。リクもかぶってます。解体するしかないですね。はい。はい、こちらね、2階の方にやってきました。これ正面がね、ジムですね。めちゃめちゃおしゃれ。で、右側クルーエントランスですね。スタッフの出入り口ですね。じゃあね、ジムの方に入っていきたいなと思います。おお、めっちゃおしゃれですね。すごくないですかこれ。ジムですよ。はい、こんな感じでね、最新設備がありますね。お水なんかもありますし、めちゃめちゃおしゃれです。今はね、一度に2名様までですということに、ね、なってますね。いやー、めちゃめちゃおしゃれな感じですね。レイクがする自転車がそうです。じゃあね、お部屋の方に戻っていきたいなと思います。はい、おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。ツーツインなんですけど、レイ君とね、シングルベッドで2人でね、寝ました。それでもね、ぐっすり眠ることができました。まあ、やっぱりね、こちらのモクシーめちゃめちゃね、おしゃれで、まあ、居心地はね、非常にいいなというふうに思いました。はい、ということでね、早速これから朝食の方食べに行こうかなというふうに思います。朝食もね、意外と昨日ね、ライブやってたところ評判良かったんでね、非常に楽しみです。行ってまいります。はい、じゃあね、朝食はこちらのコーナーの方でね、いただいていきたいと思います。ここら辺もなんかね、非常に天井がね、やっぱり高くいい感じですね。はい、こんな感じでですね、朝食ね、ビュッフェで持ってきました。ご飯ね、こんな持ってきたんですが、海苔がないんでね、レイ君あんまりご飯食べないかもしれないですね。今更気づく感じです。はい、じゃあね、いただいていきます。はい、じゃあね、いただきます。結構ね、種類は、まあ、お世辞にも豊富っていうわけじゃないですけど、必要ね、最低限、十分なね、メニューはあるかなと思います。うん、うまっ。結構ね、小さいお子様もいて、レイ君いても全然いい感じですね。じゃあね、ちょっと食べ進めてお部屋の方にね、戻ってきたいと思います。はい、ということでね、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。で、こちら、モクシーね、大阪新梅田さんの方に初めてね、やってきましたけど、結構ね、今日は、まあ3連休っていうこともあったのだと思うんですけど、小さいね、お子様連れのお客様が結構いらっしゃいましたね。レイ君よりちょっと大きいぐらいのお子様がね、何人ぐらいいただろう。6、7人ぐらいいた感じですね。で、朝食を食べてて気づいたんですけど、このモクシーのね、裏手にはですね、裏手なので、正面見て左側のね、奥にはですね、公園もありますんで、まあ日中ね、お子様もそこの公園でね、遊ばしたりとかもできるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。意外とね、家族連れでも全然大丈夫なホテルだなっていうふうに思いました。まあ、当然ね、こういったマリオット以外でもですね、まあ1万円前後ぐらいのシティホテルっていっぱいありますから、まあ、どこがいいっていうのは当然ね、お好みあると思いますけど、まあ、このね、モクシー、大阪新梅田さんに関しましてはね、うちには全然いいなっていうふうに思いましたね。はい。まあ、お部屋がね、やっぱりめちゃめちゃ広いとか、そういう感じのホテルではありませんので、必要十分なね、ものがあったりとか、あとはね、おしゃれな感じとかでね、まあ、やっぱり秀逸な部分っていうのはあると思いますんで、非常にね、おすすめです。はい。またね、大阪来た際には、ぜひね、泊まってみたいなというふうに思います。はい。というわけでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。
私の動画の方ではですね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信させていただいておりますんで、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいてですね、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。今日はね、この後、アロフト大阪堂島さんの方に向かっていきたいと思います。またお会いしましょう。